わしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。読みを耐えるのじゃ。Yeah!
ヨミヤを忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。取らせぬため。では、お主の思う女をただ一人、とわの道を歩ませるのじゃな。添い遂げたい思いは大いにある。されど、我は義の道を志した身だ。では、お主は誓いを破るのじゃな。まばゆい幻、欺かれは攻めぞ、ヨミ。なるまい。
前に進むことができようぞ。過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平和を探しておる。怪しき美しさよ、核のごとき浅ましき地にありても。この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。ヨミが許すならばじゃ。
怪奇文字。早道などありえぬ。仇討ちを望むのであれば。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失ったものの幻をさらに欺き、まやかしじゃ。我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。斧が身の身を憐れみよって。
二人がお前を迎えようとしている。いよいよこの腐った騎士をさ、なすべきことをなすのじゃ。目先ばかりの義がある。お前を囚われの身にするだけじゃ。私は見飽きた。黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らは陽炎にとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは
他の者に。ヨミからは一度のみ回帰が許され、再びこの地に戻るとき、永遠に後なる。行くのじゃ。